こんばんは。この歌知ってます、みんな。この歌TikTok でバズっとって、なんかツボなんですよね。コングラチュレーション、やばい、これやっとったらさ指太くなるらしい。これクラップ、クリップ、クラップだっけ。家帰ってさぐーたらしとったけんさ、もうぐーたらテンションになってしまった。髪もさ巻いとったのにさ、なんかくる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 って、なんか変な感じになった。地方根申し込んでありがとう。そう、地方根、あ、テロップにしよう。地方根、地方根申し込み今日中。皆さん、なんとうわうわナルドさん、なんこれ、なんか雪の氷のクマみたいなタワー2つ。ナルドさんありがとうございます。クマコングラチュレーションちゃ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 、ナルドさん氷のクマありがとう、ありがとう、ありがとう、タワー2つ、ありがとう。たくさん話せて嬉しかったですね。私も私も嬉しかったです、ありがとう。ありがとうございます。初めて見た氷のクマ。ねえマジでさ寒い最近、昨日から。あ、そう、地方根ね、ファンクラブ先行受付があとさ40分ぐらい、あと40分ぐらいです。やばい、みんな急げ。ちょ、これさ薪がさなんかすごいさなんか変なくなっちゃって尺に触る尺に触るって多分あったらなんか気に触る。巻き直したのはまあもうお風呂入るだけやけ。え、あのさほんまに今日お話し会、あ、お話し会ありがとね、みんなほんと超楽しかったね。お話し会でさ地方婚申し込んだよの人と、写真集イベント行くよのお申し付けたくさんのねご報告ありがとうございます。嬉しい嬉しい嬉しい、ありがとうございます。まだ、あ、いる、まだ申し込んでないです。そういう人がいるんですよそういう人いますね。ちょっと丁寧に言い換えてみた。まだまだ実は申し込んでないですっていう人いますか？名乗り出てください。
あのファンクラブ選考受付が今日のあと40分ぐらいなんやけど、受付期間がね、今から急いでファンクラブ入って、そっから申し込んでも間に合うけ。さっき書き込みで申し込みました。あ、天才、みんな後に続け後に続け、急げ急げ。ここには申し込んでない人はいないでしょ。それがいるんですよいるんですよ、中には。今コメントしてないけど、こそっと、あ、実は申し込んでないなーみたいな人いますよね。ほんまに来てほしい。なんか今日空き時間、休憩時間にスタッフさんとソロコン、地方コンについての打ち合わせ的なことしたんですけど、もうマジで私のもうテンションがもうわけわからんくなるぐらい、すんごいテンション上がることがあって、今日地方コンに関する、もうこれは嘘みたいみたいな、もうこんなことあるんかっていうようなことがあったのね。ことというか、まあそう、だからこれはマジでみんなに来てほしいなってめちゃくちゃ思った。そう、ちょっと 前髪も納得いかないな。さっきさ、ちょっとご飯食べるときにさ、邪魔だったっけ、ガバってあげたよな。ソロコン配信ない。そうなんですよ、配信ねないんですよ。じゃけ現地で見届けてほしいです。前髪、前髪、まあいいか。そうなんです、みんな来てほしいです。なので2日間あるけんね。お願いします。超久々の、地方婚。でもさ、あんまりさ、あのてっきりうっかりしとったんやけどさ、あのあれもやってました。私岡山でさ、クリスマスに昼の部、昼の部地方婚しとったわ。クリスマスにさ、岡山でクリスマスコンサート、ソロ。じゃけそれが一番最後の地方婚かな。ソロ公演はしとったけどさ、ちょっと前髪がさ、ちょっといまいちやけさ、ちょっとテロップで隠すことにする。でもさ、このさ、毛もさ、いまいちやけさ、でもどうしたどうしたらいいんですかね。コングラチュレーション、チュ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 、ラトラトラ、誕生日おめでとう、おめでとう。幕張でもしたよね。そう、正確にはそれが一番最後のソロステージかな。幕張と福山、福山が最後やね。 PL 舞台で、あの記念感謝のね、公約で。そう、コングラチュレーション、くしコムブラシじゃなくて、コムはどこだ、コムはどこだ。もう探す気ゼロ、手がここにある。もうコムから来いって思っとる。コムはどこだ、ない。
コングラチュレーション。ちょっとさ、これ直そっかな。だってあと何分かあるよね。いや、あと30分か。ここでめんどくさがりやが。でもこういうの気になるのって自分だけだなって思うので、まあいいですかね。みんな来てくれますか、地方婚。みんな来てくれます。てか見てください、爪。メールではさ、送ったんやけどさ、爪チュルチュルにしたんですよ。なんかネイル落とさんといけんくなって。それでさ、チュルチュルにしたんやけどさ、チュルチュルがすごいなんかテンション上がる。チュルチュルテンション上がる。なんか今日前髪違うね。いや、そうなんよ。思った？私もね、別に変えたくないんですけどね、変わっちゃった変わっちまったよ、前髪も。てか今日お話し会ありがとうね。めっちゃ楽しかった。めっちゃ笑ったわ。楽しかった。でさ、鼻声がさ、治りそうにないんですよ。治りそうにないねん。なんか喉はそこまであれなんですけど、なんか鼻が、なんか鼻が通らないよね。なんか行き止まりって感じ。コングラチュレーション。あとさ、今日さ、あの写真集の、そう、申し込んだよのあれ多くて嬉しかった。ありがとう。2時間くらいのソロコン。うん、割とそんぐらいかも。普通の公演と同じぐらいの長さ。結構しっかりしてます結構しっかりしてる。キアンさんにやられた。え、なんか最初新幹線でやられて、あの風邪になって、でそっからはあれですね、なんか気温差もありつつっていう感じ。今日中だと。え、そうだよ、本当に今日中。あと30分。やばい、急げ。アニメ1本見れるけどアニメ見てる暇ないよ。だってファンクラブの選考やけん、ファンクラブもぜひ入っていただいて。そう、お願いします。お見送りもあるね。そう、お見送りもやりますよ。うん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 。最近見たアニメある？ないないですね。なんか見たいです。今は地面師やっと見始めた。なんかみんながさ、もうほんまに見た見た見て見てみたいな感じやけ、もうおもろいおもろいみたいな感じやけ、見れっきゃないと思って見始めました。やばい、なんかさ、鼻声というか、なんか喋ってる時に喋りづらすぎて、あの
勘弁してくれって感じです。でも地面師すごい、今日見て興味終わった。すごい、あ、なんかさ7話やけんさ、いけるっちゃいけるよね。私今4話の途中ぐらいまで見とる。そうそうなんですよ。でも面白い、地面を取り合うみんな悪い人たち。え、今のところ4話の途中ぐらいまで見てるけど、まあほぼほぼ悪い人たちかな。でも中にはその警察の人とか悪くない人もおるけど、悪い人は多めって感じですね。地面師怖かった。え、なんかね、なんかちょっとさ、グロい、グロいというかあるよね、なんかなんか血とか骨とかあるよね。コングラチュレーション。首周りほぐすと肌通り良くなるよ。これ肩か。お、おお、うん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 。うん。うん。おお。おう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 、え、誰、ありがとうありがとう、その説はありがとうございます。なんか一瞬良くなるねあ、まあすぐ戻るかも、すぐ戻りそうな予感をします。でも解消、鼻スプレーとか鼻うがいできる人苦手。いや、なんかやったことないですね。ジェシーめっちゃなんか苦手意識ある、痛そう。なんかさ、あのさ、コロナとかさ、インフルの時にさ、もう鼻にクイクイクイってやるじゃん。もうあれが、もうあれ NG なんですよ、私本当にもうあれの走馬灯、走馬灯というか、なんかあれがよぎる系、鼻うがい系はなんか怖いですね。そう、コングラチュレーション。フラッシュバックへ、おめでとう、おめでとう、コングラチュレーション、レーション、ちほさん誕生日おめでとう。いかない、短くなった。そうですよ、なんかさ、今日もともと巻いとったんやけど、時間経ってさ、結構内巻き風になっとるやん。この長さにしてから外羽とか巻いたりはしとったけど、内巻きにしとらんかったけどさ、この内巻きの感じだと短さ分かりやすいですね。
だよみんな、まだ間に合うよ。地方婚受付ズバッとさん、内巻きも可愛いよね。内巻きもいいですね。今度ライブの時とかしよう。地方婚グッズ出ますか？グッズ出ますよ、お楽しみに。なんか手作り感ある気がする。何個かお気に入りのグッズある。早くみんなに見せたい。あ、名古屋やだ、早く治ってほしい、ほんまに。でもなんかもうちょっと新幹線がトラウマというか、もうこの職業で新幹線トラウマになってたらやばいんですけど、新幹線でさ、喉やったわっていう自覚があるんですよ。喉というかなんか風邪っぽくなったなっていう自覚があるけどさ、ほんまに、うん、早くそう、絶対マスクして行こうって思う。そう、今週25にあります、楽しみちゃん。品川であります、楽しみ。それさ、7人で出るんやけど、基本さ少人数の時6人なんよ。でも私ちょうど最近ママループでさ7人ポジションを久々に覚え直したというか思い出したよね。やけもう今の私は結構何が来ても無敵そのさ、福フェス6人でやって、でからのワーループ7人でやったんですよ。最近その少人数のセトリ、しかも福フェスもワーループも結構長いセトリだったっけ、曲数多くて結構今無敵なんですよ。どんなフェスとかイベントも急にやっぱり出てって言われてもいけそう7人、結構めっちゃ久々だったけさ、マーループの時あたふたしたんやけど、レッスンの時。今無敵モード石田、ぜひ呼んでくださいって感じ少人数イベントやらせてくださいって感じです。ポジションは変えないでくださいっていう感じなんですけど、なんか大人数グループってマジで大変だなと思う。なんかさ、この40何人の中から7人が選ばれるやん。で私は暗闇は F ポジションを毎回やっとんよ。もうずっと F なの。でもなんかの時に最近久々に B になって、待ってと思って、暗闇はまだ構成とか分かりやすくて単純やけんややこくなくていいんですけど、なんかそういうあのポジションが変わると結構大変ですね。でもさ、40何人おったらさ、同じポジションをずっとやってる人もおるわけ、もちろん。じゃしこのポジションはこの人が折り面だから絶対そこは譲れないから違うとこ行くとか、な構成されるメンバーによって全然変わってくるけ、じゃけなんかそう大変だなって思います
暗闇はね大丈夫、そんなに全然大丈夫なんですけど、私的に大変だろうなっていうのは息をする心とヘタレと、いやー、まだもっとある、もっとある、待って、もっとあったいや、風を待つ思い出せる声をしようはマジで結構マジかーってなるマジかーってなるぐらいポジションによって全然違う。そう、私は思い出せる声をしようのシンポジが一番頭抱えるかもそう、おもこいって今センターの、いや、おもこいセンターほとんどやったことない、やったことあるかな、やったことないと思う。一回やったことあったっけ。おもこいは7人やばいって言ってたの千穂ちゃんだっけ。7人はねあんまわかんないんですけど、6人がやばいですねもうおもこいの6人は6人バージョン史上一番難しいというか、普段と変わるキャン、そう、カロリー高め、楽しいけどね、やっとって。やばい、みんなさ、やばい、あと15分よ。皆さんよろしくお願いします。楽しみ。10月13、14はクラブミクサに集合いや、さ、この集合ってめっちゃ不意にやっちゃったんですけど、無意識に福山でさ、無料で皆さん見ていただける STU のハロウィンイベントみたいなのあるんですけど、それの告知動画をもう史上最強にいっぱい撮らせていただいてるのね。メンバーそれぞれ代わり代わりでもういっぱい撮らせてもらってるので、それの一番最後が福山美術館前に集合集合ってみんなでこのポーズをするんよね。やけさ、もうすごいこれが頭にそうある。これ今日もね撮った。皆さん動画たくさん上がると思うのでお楽しみに。あのイベントめっちゃ楽しみです。めちゃくちゃ楽しみ。皆さん福山美術館前に集合してください。その動画いつ公開するの。なんかさ、1個出とったよ。なんかふくちゃんか誰かがインスタに出とるみたいな言っとった。私のやつ出とった。楽しみ。めっちゃ福山さ、あんま行く機会ないけさ、めちゃくちゃ楽しみ。わかる。地方公申し込みページの事務所のアーシャ懐かしすぎん。え、ほんまにこの皆さん見ました、私のさ地方公の申し込みの事務所のアーシャ、あれマジで何年前やろ。4年ぐらいかな、
でも事務所入ってすぐとかでもなかった気がするよね。事務所入って1年ぐらいたっ、いつだっけ。ちょっと覚えてないけど、3、4年前ぐらいの写真かな。めちゃくちゃあやふや。さ、服さ、ちょっと風を待つの衣装の色、風を待つの衣装かわいいよね。着たいわ。着たいですね。爪がチュルチュルでかわいい。爪がチュルチュルです。チュルルチュルチュル。こういうことしちゃったらなんかすぐハゲそう。ハゲたことないんですけど。かわいい。なんかさ、ネイル取らんといけんってなってさ、マジかーってなったんやけどさ、チュルチュルで可愛くて嬉しい。申し込みました。ほんまに？嬉しい。ありがとう。楽しみ。絶対に楽しませます。一緒に楽しもうね。なんだこいつ。ちゅうちゃんと話したくて嬉しかった。嬉しい。ありがとうございます。本当に皆様、なんかさ、最近話せる機会も月1ぐらいやし、来月はさ月2であるけど、お話し会がリアル、リアルじゃないオンラインでも、オンラインは月1か2であるけど、リアルがもう12月の大阪までないんですよ。8月の広島を最後に。もうこんなことあっていいのかって感じじゃないですか。じゃあし、なんだかんだライブとかはあっても、直接話せるイベントがマジで12月までしか、までなかったのね。二人で話せるの。じゃあけいさ、写真集のイベントが入って、マジで、よかったと思いました。ラッキーというか、もし写真集私がこの時期のメンバーじゃなかったら、なかったけ、ちょうどいいぐらいの真ん中、8月と12月の間ぐらいに、そう、10月末と11月頭に入ったけん、普通にイベントできるのはもちろん嬉しいけど、タイミング最高って感じ思いました。そう、
せやな、写真し合いに行くよ。えー、嬉しい、ありがとうございます。本当に楽しみ楽しみ楽しみちゃん、確かに広島買いましたわ、ありがとう。そう、なんかさ、今日さ、関西勢の皆様に関西でもやってほしかったっていうね意見をいっぱいねいただきまして、私マジでやりたかったんですよ。関西でもやりたいってね言っとったんやけど、結局できずでめちゃくちゃ悔しい。悔しすぎる、マジでやりたかった、マジでやりたかったのに、もう悔しい悔しすぎる。なので大阪とかその兵庫とかにお住まいの、その他にもですけど関西にお住まいの皆さんは広島か東京かオンラインでね来てくださったら嬉しいなと思います。あと5分、みんなギリ間に合うよろしく。そろそろタイトル出るかなっていう感がしてます。お、写真集のタイトル、皆さん何だと思いますか。レモンの季節2 手抜きやんでも嬉しい、秋元先生がレモンの季節っていうタイトルを覚えててくださっただけでもう私としてはもうすごく嬉しいです。確かに表紙もね、皆様お楽しみに。ワクワク、ワクワク、ちゃーちゃんのタイトル知ってるの？知ってますよ、最近知りました。うん、ありがとうございます。じゃあランキングを読もうと思います。20位ヒロロンさん、19位世界さん、18位フレッシュメロンさん、17位新潟のレオナさん、16位シロウケンさん、15位チョウちゃんめっちゃ可愛いラーコさん、14位ブルーさん、13位ヒロさん、12位ヌルディンさん、11位ミックさん、10位ユリアピースさん、9位宮川和幸さん、8位グリオティーヌさん、7位おっちゃんさん、ラッキーセブン、6位たかひろくんさん、5位もや太郎さん、4位東京のスワンさん、3位陽一さん、シーシー、2位おかゆさん、ツツー、そしてそして第1位は
ペラシュン、ナルドさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです。イエイ、ありがとう、ありがとうございます。このクマ、コリグマ、コリグマ2匹ありがとうございます。ナルダさん、ありがとうね。配信ありがとうございました。おやすみと、おやすみと、ありがとう。それではスクショタイムしようと思います。終わり、ありがとうございました。さよなら、バイバイ、おやすみなさい。あちほくん、ありがとうね。みんな楽しみ、めちゃくちゃ楽しみ、ほんまにありがとう。お話し会もありがとうございました。配信もありがとう。おやすみ、バイバイ。